A マリオシリーズ、スーパーマリオシリーズ、スーパーマリオメーカーに、スーパーマリオメーカーには、任天堂より2019年6月28日に、発売された任天堂スイッチ用ゲームソフト。2015年9月に、Wii U で発売された、スーパーマリオメーカーの続編で、2019年2月14日、放映の任天堂ダイレクトで発表された。パーツを組み合わせるだけで、 原作のマリオシリーズにないオリジナルのコースを自由に制作することが可能。前作よりスキン仕掛けアイテム、敵の種類が大幅に増加され機能も強化されている。また、本作で新たに追加された要素として2013年11月に発売された Wii 有用ソフト、スーパーマリオ 3D ワールドのゲームスキン、砂漠や雪原などの新スキン、 適用することで様々な変化がある夜のシーンスキン、さらにお城の建て直しをするという内容のストーリーモードや最大4人で遊べるオンラインマルチプレイの要素もある。任天堂スイッチオンラインの個人プラン12ヶ月利用券が付いたスーパーマリオメーカーに初めてのオンラインセットが同時発売。例は最初に発売された任天堂ソフトである。 レビュー情報収集サイトメトクリティックによると本作は全体的に評価の高いレビューが得られている。ただしオンラインマルチプレイ機能におけるパフォーマンスの問題が批判されている。本作に10点中8点の評価を下したゲームスポットはオンラインプレイで生じるラグが技能を台無しにしていると述べている。日本国内では 発売後2週間で279,357本の売り上げを記録するベストセラーとなった。世界全体でも本作は2020年3月までに前作の売り上げを超える548万本以上の売り上げを記録しており、任天堂スウィッチで発売されたソフトの中でも特に売り上げ本数が多い作品の一つとなっている。ありがとうございます。